皆さんこんにちは、アコースティア清水です。今日はですね、ウクレレのコードチェンジを上手に弾けるようになるコツを、皆さんにご紹介したいと思います。コードチェンジは皆さん結構苦手な人がたくさんいらっしゃるかと思いますので、この動画を見てたくさん練習をしてみてください。では動画をご覧ください。デモ動画の中ではですね、この C のコードと F のコード、この2つのコードを繰り返して弾いていました。で、次のコードのコードに変わるときにリズミカルに左手を動かしていきましょう。で、こういうことですね。ゆっくりやります。パッ1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 で、コードを離すときに僕は今パッっていうこうリズムを口で言ってるんですけれども、うんうん、そのタイミングで左手をこう動かしてください。離してください。もう一回いきますね。1,2,2パッ、これですね。で、形を、次の形を作ってまた押さえに行きます。右手が弾くのと同時に押さえ、1,2パッ、1,2パッ、1